おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も嘘つきゲームまさき編を始めていきたいと思います。後編ですね。ちょっとね、一気に撮ってたので喉がね、枯れまくりだったので、リプトンのレモンティーを補給してまいりました。なので大復活しておりますので、続きやっていきましょう。クライマックスだと思うんだよな。楽しみ。廊下は物音一つせず、とても静かだった。ここ廊下なんだね。廊下の描写初めてだな。女の子たちも部屋で寝ているみたいだな。無理もないか。この2日間まともに寝れていなかったんだ。そろそろ限界が来てもおかしくないよね。建物を探すなら今がチャンスだ。まずは地下から探してみよう。ちょっとやっぱり喉が渇く。飲む。地下には人形部屋、倉庫、プレイルームがあったな。僕は男子部屋の2階を後にして地下まで降りた。プレイルームだっけ？事件が起きたのって。地下も同じく静まり返っていた。まずは人形部屋から探してみようかな。そして僕は人形部屋に向かった。おっと、よし、誰もいないな。この部屋には僕たち参加者に似せた人形が置かれている。いつ見ても不気味だな。あ、これはたけしさんの人形。初めて見た時は普通に置かれていたのに。いつの間に引き裂かれたんだ。これ処刑方法と同じ死に方してんだよね、確かね。これって主催者がやってるってのか。つまりこの建物にあるものは少しずつ変化してる。それならばいくら最初に自分の証拠を見つけて回収したとしても、後から新しい証拠が追加されてるかもしれない。くそ、これは最後まで気を抜けないな。それにこれは僕の人形だ。もし僕が処刑されたら僕の人形も同じようになるのかな。ん？僕の人形の下から何かはみ出てる。一体何だろう。僕は自分の人形に近づき、下からはみ出ているものを確認した。これはあいみさんの写真。これは僕がいつも肌身離さず持ち歩いていたものだ。あいみさんを知ったあの日からずっと手放さなかった大切なもの。どうしてこれがこんなところに。危ないところだ。これが見つかっていたら。でもどうしてこんなところに写真があるんだ。もともとあった。いや、昨日も僕はここを確認している。ということは主催者がこの写真を。僕はもう一度あいみさんの写真を見つめた。あいみさん、彼女は僕にとって本当に大切な存在だった。退屈だった僕の人生に光を与えてくれたんだ。僕は小さい頃から優秀だった。両親が僕をどうしても医者にしたくて、幼い頃からたくさんの学習塾に通っていた。その結果、成績も常に学年トップ。親もそんな僕のことが誇らしかったらしい。いつも僕のことを自慢していた。僕はそんな親の期待に応えて医者になるために必死だったのだ。そしてそれは僕が高校生になっても変わらず続いていた。ただいま。まさきくん、おかえり。テスト結果はどうだった？1番だったよ。そう、さすがまさきくんね。でも油断しちゃダメよ。あなたはお医者様にならなくちゃいけないんだからね。もちろんだよ、母さん。
それじゃあ僕自分の部屋で勉強してくるね。わかったわ。お勉強頑張ってね。あなたにはとにかく期待してるわ。うん。これからも私の言うことをしっかり聞いて頑張るのよ。そうすれば必ず素敵な人生が待ってるわ。わかったよ。はあ。僕は一体何のために頑張ってるんだろう。優秀な桐谷正樹として過ごす日々、親の期待に応えるために頑張る毎日、僕はそんな人生がとにかく退屈だった。親の言う通りにしたら今後すべてうまくいく。でもそれが一体何になるんだろう。医学部に進学して医者になって、そしてどうなるの。その先に何があるの。それが幸せな人生なのか。親の言いなりに生きていくことが僕の生まれてきた意味なのだろうか。そんなことを思いながら日常をただ淡々と過ごしていた。そんなある日、退屈だった僕の人生は一変した。一人のある女性と出会ったのだ。僕は塾の帰りに駅にいた。駅を歩いていると突然声をかけられた。すいません。はい。あの、これ落としましたよ。ありがとうございます。彼女は優しく微笑みながら、僕が落としたペンカチちょっと待って、ハンカチです。ペンカチって初めて言ったわ。びっくり。人生で初めて口にしたワードだわ。彼女は優しく微笑みながら僕が落としたハンカチを渡してきた。可愛らしい人だな。それでは。あ、どうも。そう言って彼女は立ち去ってしまった。彼女との出会いはたったそれだけの会話に過ぎなかった。僕の中でもそんなに大きなこととは思っていなかったのだが、なぜだろうか、彼女のことが次第に気になり始めていた自分がいた。彼女、一体なんていう名前なんだろう。僕はそこから彼女のことを調べ始めた。年齢はおそらく僕と同じくらいだったから、高校生かな。それにあの駅を使うってことは、高校もこの近くなのだろう。そして、それからしばらくして。見つけた。彼女のアカウントだ。僕は彼女の SNS アカウントを見つけることに成功した。自分でもやっていることが気持ち悪いなとは思っていたが、普段なら人のアカウントを探すなんて絶対にしない。でもなぜだろう。この時ばかりは彼女のことが知りたくてたまらなかった。立川愛美さんか。素敵な名前だな。僕はそのアカウントを毎日見るようになった。密かに他人のアカウントを観察するのは独特の興奮があった。そして新しい写真が投稿されるたび、彼女への思いが深くなっていくような気がしていた。あ、また投稿されてる。へえ、今日はお友達と買い物に行ったのか。彼女の投稿を見るのが次第に僕の中で日課のようになっていった。あゆみさんと仲良くなりたいな。どうしよう。あ、そうだ、思い切って彼女の投稿にコメントしてみようかな。さすがにキモいって思われるかな。でも彼女とも仲良くなりたいし。自分の中で葛藤はあったが、どうしても我慢できず、僕はメッセージを送った。
立川愛美さん。先日駅で落とし物を拾ってもらったものです。 SNS を見ていたら偶然あなたのことを見つけました。落とし物を拾ってくれてありがとうございました。それだけを書き込んだ。そして僕は愛美さんからの返事を楽しみに待った。翌日、彼女から返信があった。こんにちは、あの時の方ですか？偶然このアカウントを見つけるなんてすごいですね。落とし物なくさなくてよかったです。ペンカチね。そう返事が返ってきた。僕はとても嬉しかった。やった、あいみさんから返信が来た。その後も彼女の投稿に僕はコメントを続けた。しかしあいみさんの返事は徐々に少なくなってきた。あいみさんどうしたんだろう。もしかして僕のコメントを見落としてるのかな。もっとたくさんコメントしてみよう。それからは投稿のたびにコメントを書き込むようになった。やべえな。しかしあいみさんから返事は返ってこなかった。それでも僕はやめなかった。もっとあいみさんに近づきたい。その一心でコメントを書き込み続けた。あいみさん、最近返事ないけどどうしちゃったの？とても心配しています。あゆみさん、もしかして体調崩したりしてますか？僕は何度もコメントを書き込み続けた。これはストーカーって言われるわ。しかし返事は返ってこなかった。あゆみさん、どうしちゃったんだろう。何か返事ができない理由でもあるんだろうか。あゆみさんのことを思うといても立ってもいられなくなり、僕はあいみさんに会いに行くことを決めた。一目だけでも彼女を見ることができれば、彼女の元気な顔が見れればそれで。そして後日、僕は彼女と初めて出会った駅に向かった。あいみさんいるかな。初めて会った場所はこの辺りだったよな。時間も前に会った時と同じくらいだし、ここにいて彼女に会えるといいんだけど。僕はあゆみさんが現れるのを待ち続けた。待ち伏せだよそれ。それからしばらくして、あゆみさんだ。僕は少し離れた場所にあゆみさんの姿を見つけた。あいみさん。あいみさんは驚いた表情をした後、すぐに反対を向いてその場を去ってしまった。あいみさん、一体どうしちゃったんだろう。もしかして大勢の前で話しかけられるのが恥ずかしかったのかな。なんだか驚かせちゃったみたいだし、彼女に悪いことしたかな。そして彼女とは話せないまま僕は家に戻った。うわ、待って、これ中編後編とか言ったけど、ちょっと区切りいいよねこれね。一回またこれで区切りましょうか。ご視聴ありがとうございました。いやー、まさきくん、それはストーカーだよ。そろそろ家まで、ちょっと家特定しちゃうよね多分ね。怖いなぁ。いやー、でもね、本当にいいキャラなんですよ。私はすごくやってて楽しかったんですね。なのでまだこれしか見てないよって人は、嘘つきゲームをぜひ、私実況やってるので見てください。ダイレクトマーケティングして次回に続きます。というわけで、おつぴよでーす。